ありのまま今起こったことを話すぜ。はい、皆さんおはこんばんにちは、さとけんです。今回はジョジョの奇妙な冒険第3部と5部にも出てきますね、ジャンピエール・ポルナレフの髪型を作っていきます。髪型ですが、見ていただいている通りまっすぐ上に折ったっていて、てっぺんは完全に四角く綺麗に切られていますね。まあいろんな意味でジョジョの髪型の中で一番異次元というか、現実には難しい髪型にはなってくると思いますが、いい感じのスタイリング剤を見つけたので、それを使って作っていきたいと思います。ベースはこちらのロングのオールバックのウィッグを使います。こんなにロングヘアじゃないんですが、ある程度長さが必要なのでこちらを使っていきます。問題は毛量ですね。さっき現実的に難しいと言った理由がこれでね、なんかちょっとやばい感じしてきたでしょ。まだこんなもんじゃないですよ。まあもともとかぶった時に頭が大きくなりすぎないように穴がボコボコ開けられているんですよね。トムとジェリーの漫画に出てくるチーズみたいに。なのでその穴をチャリオッツ、ストーンフリー、ケタバを使って埋めていきます。今回ポルナレフのてっぺんのつるっとした表現を髪の密度だけで作ってみようと思っていたので、最初に出てきた9束はもうここで使い切っちゃいましたね。なので追加します。見えてる毛束13個ですが、最終的には18個使いましたね。なんならもうちょっと毛量足したかったんですが、今これ毛先ちょっと切ってあるんですけど、髪の重さだけでマネキンの頭がもげそうになっていたので、このぐらいで勘弁してやろうじゃないかと思います。次はカットをしていきます。まず額の反り込み部分ですね。かなり M 字になってますので、生え際の形をしっかり作って、でその切った余った部分を使ってこれを真ん中にくっつけることでより M 字にしてみようかなと思います。先に話しておくと、今作ってるこの生え際の形が後であんまり気に入らなくて、もうちょっと M にしたかったので後ほど修正が入ります。とりあえず今はこのまま作り進めていきます。ポルナレフの髪型はこの反り込みから上と下で結構別々な切り方をしますので、上と下を分けてまず下からカットしていきます。下半分は真後ろに真横に持つとこんな感じで曲線を描いていて、まるで便器みたいな曲線を作っていくとポルナレフの形になります。この辺の切り方はジョスケ、ジョータロー、あとジョルのですね、あの3人と似ていてスクエアカットに近いんですが、真ん中に全ての毛を引いた状態でカットしていくので、そうすると自然に横に向かって急激な前下がりのボブが切れるかなと思います。反対サイドも同じように後頭部の真ん中に集めてカットしていきます。想像しづらいとは思うんですが、ポルナレフのカットのアウトラインは前下がりのボブで合ってるかと思います。襟足の部分はグルフになっていますので、この上のボブのところからスライドカットで段をつないで毛先の長さも調節しておきます。これだけ見ると本当に誰の髪型かわかんないですね。横と後頭部の髪に関しては結構毛先がしっかり軽くなっている方がセットしやすいかと思いますので、今のうちに突きバサミで毛量を調節しておきます。ここから上半分のカットなんですが、ちょっと問題がありまして、理論上正面から見るとこのカットライン、横から見るとこんな感じになるはずなんですね。何を言ってるかわからねえと思うが、俺も何が起こったかわからなかった。どういうことこれ。セットした状態でまっすぐ切る方が確実なので、今この部分結構雰囲気で切ってますのであんまり参考にならないですね。
許せ、後でキャラメル買ってやるからな。トップの部分は後でまた短くなりますが、ひとまずカットがこれで終わりです。あんなに毛量足しましたが、結構がっつり切ったので、最終的な重さはジョースケよりちょっと軽いかなぐらいでしたね。ストレートアイロンを使って毛の流れを作っていきます。ポルナレフの毛の流れ結構難しいというか、全部真上じゃないんですよ。横はもう真後ろに引いてる感じで、こめかみの部分ぐらいから斜め上に上がっていって合流するような毛の流れになってますので、顔側から見たらちょっと放射状になるように毛の流れを作っていきます。もみあげの部分はしっかりタイトになるようにしておくといいですね。これでアイロンが終わりです。今回使うスタイリング剤がこのクレイジーミストですね。こいつはグレートですよ。他のワックスやスプレーは一切使わずに、これ1種類だけで今回セットしていきたいと思います。まずはトップのど真ん中の毛から掘っ立てていきます。クレイジーミストを根元から毛先までしっかりびしょびしょになるぐらいまでつけたら、ドライヤーの熱でブローをして乾かします。そうするとこんな感じで、ちょっと触ったぐらいじゃ倒れなくなるぐらいまで立ち上がります。これを繰り返してどんどん束を太くしていくと強度もどんどん上がってきます。やば。このクレイジーミストの某サイトの売り文句というか商品紹介のところに、地球の重力と戦えるって書いてあったんですよね。なんかだいぶ夢のような感じだと思うんですけど、ポルナレフの夢もポルナレフランドを追っ立てるっていう夢の国を作ることなので、まあ、ある意味夢の国を頭に乗っけてるみたいな感じなんですかね。結構大量に使うのですぐなくなっちゃって、こちら3本目ですね。まあブル状に使っていきます。ここからちょっと難易度が上がっていきます。さっきまで真上で良かったんですけど、この辺りからだんだんと斜めに角度を下げた状態で、かつ重力と戦わなきゃいけないんですね。で、真横は真横になっていくので、こんな感じで毛の流れを作っていきます。横のボリュームが出るとちょっと形が変になってしまうので、サイドはぴっちり押さえています。上の方今潰れて細くなってますが、切ったら開けば大丈夫です。後頭部の毛の流れはほぼジョースケと一緒と思って大丈夫です。真ん中で合わさってきて閉じているような感じになるといいかなと思います。ただポルナレフの場合はまっすぐ直立していたいので、しっかり真ん中にもミストをかけてブローをして固めておきます。余談ですが、このミスト1本1500円で、1回のセットで丸々3本使ったので、1回のセットに4500円、1ヶ月やったら13万5000円で、1年経ったら164万、13年間経ったら2000万超えますね。ポルナレフやばい。トップのまっすぐの部分はまずはバリカンを使って切っていきます。毛の量が多すぎてハサミ入らないので、でセットしたところに毛がつかないように飛ばしながら切るとですね、掃除がすごい大変になるのであんまりおすすめしません。しっかりバーバースタイルで横になってもらってカットするのをおすすめします。途中で出てきた生え際の剣ですね、一回しっかり作り直して、比べるとわかるかな、こんな感じでちょっと M 字をはっきりさせておきました。ポルナレフの身長が185センチで、髪の毛込みで193になるそうなので、まあ、頭の大きさにもよりますが、今回8センチぐらいに設定してあります。僕もこの日クレイジーミストでセットしているので、量さえつけすぎなければ普通にセットはできるかなと思いますね。つけすぎるとポルナレフになります。
トップの縁は丁寧にハサミでラインを出していきます。ちっちゃめなイギーだったら乗っても全然大丈夫ですね。襟足はナチュラルに下ろしておいて大丈夫です。最後にピアスをつけたらこれで完成です。はい、これでジャンピエール・ポルナレフの髪型が完成です。次のジョジョの髪型まで若干間が空いてしまいますが、皆さんのリクエストやコメントが多かったキャラを作ろうと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録してまた見に来てください。それでは。